はい、えー、ゲームコレクターの酒館です。<laughs> 本日は、えー、2021年4月24日酒館掛けにゲームコレクター部スタートです。えっ、ー、とお仕事の連絡はねいつでもお待ちしております。ということでえっ、ー、と <laughs> まああと3回ですね。はい <laughs> えと,ということで今日は何やるかというとまあネオポケの話はまだ残ってんだよな。 がパチスラアルゼ王国ポケット E カップ。<laughs> で、あと、えー、とファミツーさんの、ね、販売本数ランキングが更新されたので、えーと、見ていく予定ですが、大元のものはもう録画したやつを、えー、ゲームコレクターサケカンチャンネルにアップしたので、まあ、ちょっとそことはかぶらないような話にしようかな。<laughs> ということで、まあ、ネオポケの話。 これとあともう一本で終わりかな。はい。ということで、ネオポケの話は、えっと、パチスロアルゼ王国ポケット E カップということで、これ E カップって何だってなるんですけど、<laughs> まあ、なんだろう、E ってついてると、なんとなくインターネットのね、イメージが、ね、ここ数年だとあるんですけど、これの E の意味はよくわかんないんだよね。<laughs> あの、まあ、基本的には、ちょっとパチスロだけど、なんかゴルフをモチーフにしてるのかな。 E カップをー、これはいいか。キャディーや,や観客の音声による段階的な告知システムでゴルフ中継さながらの期待感を演出とか言ってねなかなかパチツロやらないからパチツロでどういうふうになるとそのねゴルフの、ね、こう中継の臨場感が出せるのか知らない期待感が出せるのかよくわかんないけど それになってるかどうかがよくわかんないんだけどまあとにかくそういうねゲームですはいということでネオポケのねどんなゲームが出てるか知りたい人は是非ゲームコレクター作家のアンコンプリートネオジオポケットをよろしくお願いしますということでえっ、ー、とファミ通さんのね販売本数ランキングなんですけどえっ、ー、と来週以降はねまあ ざっくりやる予定はあるんだけど、ゲームコレクター酒館チャンネルの方でね。まあ今もうすでにね、あの、いつもやってる販売本数を紹介した後のグラフを作ったりしてるところはね、もうやる予定なんだけど、販売本数自体は正直言うと、まあ、 これって3週間で消えるんですよ、ハミツーさんのやつ。だからそれをこう、なんだろう、こう編集してね、バッとこう、ランキングの数字を出すのはよろしくないかなと思って、今動画の、新しく作った動画では、一応販売本数ランキングのランキングだけは載せる、数字は載せないって感じで、まあで、引用だから、えっ、ー、と、まあ、サイト見るようなね、リンクは貼ってるって、そういう作りにしてあります。 いやこっちは普通にやりますけど、えー、とでゲーム販売本数ランキング、えー、集計期間が2021年の4月12日から4月18日ですね。1位がモンスターハンターライズで、えー、と11万50本で累計188万4113本。2位がスーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドで1万6536本、累計65万8642本。 3位がウィーニングポスト92021のスイッチ版ね。で、11,839本というところなんですが、まあ、桃鉄4位、5位が、まあ、ウィイニングポストの、えー、PS4 版。ということで、まあ、スイなんかゲームのタイプ的には PS4 の方が売れてそうなタイトルなんだけど、ここではスイッチが売れてるから、まあ。 ある意味 PS4 から PS5 にこう移行してうまくいってるのかな感はずっとあるのと、あと、まあ、要は PS4 でやってる人が、PS4 をやってる人が少ないんじゃないかって考え方と、あとはダウンロードでやってるかみたいな、そういうところですよねで。あとはマリオカート、リングフィット、マインクラフトは動物の森、スマブラス、プラトゥーン、ポケモンって、まあ、大体この辺 <laughs>、定番ですね。遊び大全、マリオパーティー、 えー「牧場物語」「リトルナイトメア2」「ゼルダ」「ドラクエ」「エイペックス」「ヒューマン」「ホールフラット」「フィットボクシング2」「マリオメーカーで」っずーっとスイッチがダーッと定番系が続いて23位に「ザ・キング・オブ・ファイターズ2002」「アルティメット・マッチ、えー」が初登場1588本。で ニュース・ニュースーパーマリオスーパーマリオオデッセイイ・いいベースボール・パープローピクミン <laughs> 釣りスピリッツで29位が「ディアクラブ・アンリミテッド2・アルティメット・エディションね」ねこれが初登場1236本まあこれは2年ぐらい前かな前に出たタイトルの,ああのダウンロードコンテンツが入ってるやつですね で、ブレイブリーデフォルト2が30位。どうにかブレイブリーデフォルト2入ってるんだけど、粘ってる感はあるんだけど、なんか、まあ、いつも、いつも同じこと言って申し訳ないけど、やっぱ、なんかもう少し期待してたのにっていう感じです、個人的には。はい。で、えっと、今回はね、特にないんですよ、気になるものっていうのは。ただ、僕のゲームコレクター先館チャンネルで何をしてるかっていうと、 モーハンが188万4113本ということで、えー、とスイッチのね、えー、と歴代あのハミ通に載ってる販売本数ランキングの数字をがこうピッて上がったよって話をしてますのでぜひね見ていただければと思います。で次は、えー、っと何にしようかな。 うん、まあということで一応ねあのもう更新したけどとりあえず今んところ誰も見てないねはい <laughs> なかなか難しいねそう昨日ね昨日更新したおとといかおととい更新した「爆笑オール吉本クイズ王決定戦」っていうか、まあ、あのチャーリー・ハマさんがお亡くなりになったんでそれでチャーリー・ハマさん出演作品をねちょっと 集めたっていうかまあ全部はねちょっとなかなか編集とかやりにくい部分もあるんでまあいろいろパッケージ紹介してて映像をねアップしてるんですけどそれとってなかなか見ていただけてないんですけどまあなんだろうな動画も多分やり続けないとねこうどんなものが 出るかっていうのをね分からないとなかなか見てもらえないとこまあ今のところ0人っていうね動画全然見てもらえてないものもあるんですけどまあちょっと今後、ね、知名度の上がることをやっていかなきゃなというところですなかなかつらいですねうんまあなあこれ難しいね <laughs> まあニュース系とかねどうやったらこういいのかわかんないんだけどねまあいろんなやり方をちょっと 動画のね、編集してのやり方を模索していくつもりです。まあい,いや、もうやることないんだよね、今日。<laughs> まあい,いや、この後はね、今、今ね、えー、っと、次何をやろうかなと。まあ要はゲームコレクター酒館チャンネルで何やろうかなというと、やっぱゲームの紹介をいろいろしていくっていうことはね、まあいろんな手を使ってゲームの紹介をしていこうとは思ってるんですけど、まあ当然ね、この、 生配信でやってたようなことはいろいろとこうやっていくつもりでいます。まあ要はまあ、ニュースとかねもう実は何個かもうゲームコレクター作家チャンネルの中ではやってますけどまあ見られてないんでまあ、切り口が悪いのか見せ方が悪いのかまあわかんないけどねちょっとそこはいろいろ検討していく予定。 で、えっ、ー、と、まあ、一本一本のね、ゲーム紹介っていうのは、単純に、ま、あやっていきます。これはコレクターとしてっていうか、まあ、カタログ系の切り口の一つとしてね、これはやっていくつもりです。で、えっ、ー、と、今やってるやつは、あとだ、なんだ、まあ、販売本数ランキングは見るっていうのはやるんだけど、これは、販売本数じゃなくて、あ、というか、販売本数によって何かこう、目立ったね、何かがあったら、こう、 グラフを作って紹介するみたいなことをやっていくつもりですこれは多分週一でやるかなで、あと今考えている中だとこの配信でやってた中だと普通にこの ね、今週発売タイトル紹介っていうのはんもう少し公式サイトのね引用とかいろいろしやすいと思うんでその辺使ってやろうかなと思ってるけど今のところまだわかんない <laughs> 一応あの動画のねあのやっぱりこう自分が写ってるのとその何か引用するものっていうのがこう同時に写ってる状態っていうのは常に作っておきたくて、まあ、もしくは自分だけとかね 要は僕が映ってるのは別に僕がやる分にはね、権利フリーなんだけど、やっぱりこう、何かから動画を引用してくるって言うと、それが一画面フルで映るっていうのは、僕のね、観念的には引用じゃないだろうなっていう感じがしてるので、そこはちょっと僕の程度問題で、えっ、ー、と、やってたりはします。で、あとは何だろうなぁ。今 3DS ですよ。64DD、Nintendo DS、ゲームキューブか。 うん、まあちょっとこの辺をもう少しあと 3DO かその辺はもう少し調整していくつもりですがちょっと何を増やせばいいのかなってところですねまあもう少しこう今1日1本なんかね 3DS 以外上げなきゃってやってるけどちょっとこれも辛いのであと上げられる時にはバババ,バッと上げるし上げられない時にはもう 3DS だけが上がってるとそんな感じになるかなという感じもしていますまあちょっとこれやり方次第かな。 うん、あと今週の更新っているのっていうのが、ね、今まだ疑問があるんでちょっとこう明日か明日どうしようかなってところはあるかな。でピクダン2の挑戦は続けるつもりだけどあんまりこれも需要なさそうなんだよね。<laughs> まあいいんだけどまあこれはあの僕が単に昔自分が関わったタイトルどれだけ覚えてるかっていうところをやってるだけなんでいいんだけど。うん あと今、あれですね、そのちょっと今、試みとして考えてるのが、3DS のと玩具の連動いう部分ね、いろいろ考えて、そこをちょっといろいろと少しずつ増やしていければいいなぁと思ってるんですけど、そこら辺は、プレイ動画にした方がいいのかなぁという感じもちょっとしてきています。まあ、要はなんか玩具を紹介する っていうよりは、玩具を使ってどういう風になっていくかってところを見てもらって、まあ多分ね、動画のレベルでは、その2010半ばぐらいね、十 <laughs> 何年ってところで、玩具が、そういう玩具関連のやつが発売された頃に、多分子どもたちがわさっとやってるようなやつを、 今更お親、大人があのその親世代の大人が、ね、こう集め始めるとどうなるかってところがちょっと個人的にはいいのかなって思ってるんですけどね。まあ、要は,な,あはなんだろうな発売当時は僕なんかのファミコンの時代でいくとファミコンなんかも発売時期にはその、ね、欲しくても全部は買えないわけですよ。で大人になったらファミコンのねこう で中古とかで買ったりまあ新品目買って買ってはいたけどまあ大人になったらところにはもう中古でしか買えないから中古で買ってこうねっていうのがあるんですけど 3DS に関しても発売当初は買えなくてもまあ今ならねいろんな手でこう中古のものとかねを ていうか中古人たちは探せないんだけど中古で探す手立てがいろいろあるんでそういうところを駆使してどうにかこうね必死で集められないかなってところは何かしらちょっとあのそういうニュアンスは出したいなとまあ、ニュアンスは出したいっていうのはまあ要は何だろうなその集めてるねこう必死で集めてる姿っていうのはどうやってもあの表現できないんですよね。<laughs> あの ね、ウェブ上で一生懸命探したりしてるところも絵にならないしねそれをずっと,と撮り続けてるのもちょっとねむしいものがあるし僕もそういうことを思いながらその先週あたりこう、ね、検索とかしてこう調べながら配信やってみたんだけどまあねそういうのって多分何時間もやりつつも本来は多分 その自分一人で、ね、編集するにしても撮りながらこうやっててその中からこのシーンがいいだろうって撮るのも多分相当むなしいんですよね。あのタレントさんがよくやってるその YouTube のチャンネルとかって結局あれはあのディレクターさんとかカメラとかいるんですよ。まあ、まあ、最低、まあディレクター 兼カメラがいて2人でっていう場合が多いと思うんですけどそうするとで編集はそのディレクターさんとかがやってるからそうするとこの自分が喋ってる中でどう編集されてるかっていうのはこのディレクターさん任せなんだけど僕の場合僕が自分でこう、ね、カメラ回して自分で撮って自分で編集してるからその何かここ面白いだろうと思って何か撮るっていうのがすごいこう作為的というかね何かそういう風になるんで。 ままああだから、まあ、それが無理なんですよね <laughs> なのでそこら辺が多分そういう YouTube の動画作る中の難しさかなって思います。まあ、あとうんあのー、いろんな人の動画見ながら思ってるのがその 変な音のつけ方があんま好きじゃないんですよね個人的にあの拍手とかねあの笑いポイントみたいなところで笑い声を入れたりとかねいやそれ滑ってります滑ってますよっていう感じにしかならないんでだからそこら辺がねあのでなんか僕も自分でやるとすごい虚しくなるだけだからやらないんだけどまあそ,れその分多分僕の動画は寂しいのかなっていうところですよねうん。 まあなかなかそういうところでね、研究が、研究してるんだけど難しいですよね。あと何かあるかなぁ。ちょっとそうだなぁ。えー、っと、まあ、おもちゃ関係はね、いろいろまた調べ、調べてはいるんですよ。何があるのか。 そっかちょっと追加分を話しておこうかなっていうかこれはね多分見つからないような気が <laughs> まあちょっとねまだゲームとおもちゃがつながってたかどうかちょっといまいちよくわかんないのがパズドラ系なんですよねパズドラ系のおもちゃっていろいろ出てるけどあれが結構スマホのねアプリと連動してるのは 分かるんだけど 3DS とどう絡んでるのかねちょっとよくわからないんですよね例えばねこれパズドラクロスのねパッケージとか見るとこうやってチラシ入ってるんですよ <laughs> 入ってるんだけど でこれで、ね、ゲーム中にな何々できるぞみたいなチラシの広告が入ってるんだけどこのゲームが 3DS のこと言ってるのかアプリのこと言ってるのかよく分かんなくてねうんまあ当時にリアルタイムでゲームはプレイしてるんだけどそこまでねこうガングとの絡みをねあんま考えてなかったんですよ個人的にでね結構その こういう連動ってえぐいんですよね商売としてはねまあ家賃商売です子ども向けの課金商売なんでで妖怪ウォッチもいろいろ調べてみたんだけどちょっと厳しそうですよね900ぐらいありますよね今その辺をちょっと必死でどういうのがあるか考えてみてるんですけどあと まあ、ポケモントレッダーはなんとなく数は見えたんだけど、数に対して、まあ、その恩恵を受ける方法が結構難しいなと思ったんで、ちょっとこれは今後、ね、ゲームコレクター先館チャンネルで話をしていくつもりです。うん。だから、まあ、なんだろうなあ。あの、ゲームソフトはね、まだ、こう、中古屋さん、 ってていうのが確立してるからこの中古ショップに行けばまあ高いねお金貯めればとか条件はいろいろつくんだけど見つかる可能性高いんだけど玩具はね難しいですね。 特にほらあのカード系のものとかってパック売りとかでパック破った時点で破らなきゃ遊べないし破ったその袋は捨てるでしょうそうするとその原型の保管がないんですよね <laughs> だからそういうところがねちょっとねなかなかこう難易度を上げてる感じがするんですよ 妖怪メダルだってあのメダル単品はねいくらでもこうヤフオクだろうとねメルカリだろうとこう検索して出てくるんですけどまあ駿河屋でもいいんですけどあの,あのメダルになった時点あメダルが出てる時点でもう袋がないんですよ <laughs> で。自分も多分袋買ったら開けたらビニール捨てちゃうでしょう。だってそう考えてくると結構ねまあ難しいよね。でそれ同じ例が多分腕自慢とかね。 えっとなんだパスカル先生とかねヘボットもそうだしえー、っとなんだアプモンもそうでしょうね多分うん全体的にねそんなのばっかりなんでねこれは多分ね難易度凄まじく高いですよねうん そもそもね、どのくらいの人が買って遊んでたのかっていうのがね、ちょっとよくわからないんですよね。まあ、今後 YouTube で子供が開封動画やってるのか見ればわかるのかなって気がするけど、まあ、それも家族に限りがあるってとこですね。まあ、むしろ大人は知らないって世界かもしれないですね。うん。まあ、とにかくね、その辺のその、 ななんだろうなパッケージゲームはね多分パッケージゲームをプレイ動画撮ってもあんま意味がないような気がしてんだけどその玩具連動の部分は玩具連動部分の遊んでる遊んだ状況とかを記録に残しとくのはすごい価値がてか意味があるのかなと思っててねうんで、まあ、今今の時代ですよねそのいわゆるメルカリとかでね探せるっていうのはね なんか90年代とかゲームショップとかねあのリサイクルショップとかぐるぐる回ったけどあの頃にはこのネットでいろいろ調べてね買うとかいうのがなかったですからねまああったのかもしれないけど <laughs> 正直ねもうあの毎回ねあれですもん電車でいろんなとこ回ってこの駅周辺にはどの店があるかとかいうねそういう探索をこう歩きながらねあの探して見つけて。 で次2回目以降はその店を効率よく回るルートを探したりねで,でそうしてうちに釣り見つけたりとかねあと場合によってはその駅から駅に歩いていくとかね <laughs> そういう細かいことやってたけど今はねネット上でこう多分検索ワードで何が検索するかっていう思考能力をね働かせる方が大事になってる時代なんでねその辺についてはちょっとこう。 あの時代が変わったなーってところがまあありますね。あとなんか調べる方法ないのかないや割とこうネット上で何をどう調べるかっていう方法がかなりねその検索ワードのね探し方っていうのはもう脳内の働きでこういうとこで説明できないのが辛いですよね。何があるんだろう駿河屋以外だとどこがあるんだろうなー みんなどこで探してんだろうネット上でやるときってあのお店行くのは簡単なんですよその多分神奈川県だと少ないんだけど多分千葉とかあっちの方へ行くとねあのお宝系の店っていっぱいあるからねうん駿河屋以外でなんかそういうあでも玩具系かトイザラスとかって普通にないのかなもう トイザラストイザラスえー、っと例えば例えばパスカル先生って検索してもゼロ件なわけだ <laughs> すげえな例えばスカイランダーズとかどうなんだろうかつてスカイランダーズはトイザラス限定でしたからねないゼロ件 ゼロ件。ああ、これはもうあれですね。データベースとして役に立たないってことですね。サイトがね。アマゾンもね、最近ちょっと検索システムがちょっと辛いですよね。あのー、検索をしようとしても、こう、なんだろう、ゲームとかおもちゃとか絞って検索しても、なんか昔のものはそれがヒットするんじゃなくて、もう、すべてまるっとの検索になっちゃうんですよね、あれ。 ああいうのされちゃうとちょっといろんなものがすごい探しにくくなるんですよ。あと相当かけた時に消えるものとかがあったりとかねああいうのんなんでしょうね。<laughs> なんだろうこうやっぱり個人情報的なものを隠す方向になってるのかな。でもここまで来るとちょっとねあのお店としてどうなのってあスナ スナックワールド、スナックワールドはトイザラスないのかなぁ <laughs> スナックワールドはあのゲームソフトしか <laughs> 出ない <laughs> ゲームソフトしか出ないかこれはつらいなトイザラス使えない <laughs> ちなみに アマゾンだとどうなんだ例えば、パスカル先生ってやると漫画が出ちゃうよね <laughs>。漫画出ちゃうんだよな、これ。まあ、当たり前っちゃ当たり前か。おもちゃ。パスカル先生、出ないんだよな。すべてになっちゃうんだよな。で。 カテゴリーでおもちゃ選ぶのか。でも漫画が出ちゃうんだよ。<laughs> なんだこれ <laughs>。これは辛いね。なかなかこの検索が。ゲー、あ、ちょ、パスカル先生のね、かあのパーフェクトペイントボンバーズって結構以前からね、くすれが凄まじかったんだけど、なんだこりゃ。アマゾンでね <laughs>、 売り切れ品切れ、え、って在庫切れになってないんだけど、なんか発売年がね、なんか2099年ってなってんだけど、これ何 <laughs> ?2099 年はないよななんだろうなパスカル先生も、なんかこう、調べてみると、うーん、フォルダーが先に出て、なんかおもちゃが出ないね。なんでだろう。 あーパスカル先生 CD は出るな <laughs> まあいいやメルカリなんかもね検索をしてこう一生懸命こうなんだろう相当して調べやすくしようとするとなんかいろいろなものが 消えちゃうんですよねだからこういうの見てると何かこうこれはこれでこう各ね検索の仕方のこのを攻略するっていうゲームやってる感じにはなりますよね <laughs> 困ったもんですうんまあいいやとりあえずそんな感じで YouTube のね僕の 動画今のところまたあれですね、えっ、ー、と今回のね <laughs>、販売本数を見るは、今のところ視聴者ゼロですね <laughs>、うん。まあいいや。まあちなみにこのふわっちの配信をね、アップしてるやつはもう、ここのところ毎日こう、低評価つけていく人がね、いるという状況なんで、まあ。 まあつけ、つけるのは、まあ、いいんじゃないのってところで <laughs>。暇人だよね、本当に。まあ、頭おかしい人、どこにでもいるんだろうね。まあ、いいや。とりあえず、今日はこのぐらいにして、最後に、えっ、ー、と、今日の配信ですが、えっ、ー、と、ピクダン2の配信かな。まだ、動画撮ってない多分この後プレイして、動画撮ることになるかと思います。ということで、以上、作艦でした。おやすみなさい。